もかかってるルーキーなら2人の決意で臨んでいます。8番の隅野です。斉藤のロングスリー、これを決めてきました。ショットブロックギリギリ、フロントコートからピッチアウトで名古屋、ここはスリーポイント繋ぎたい。斉藤のスリーポイント、これを決めてきます。かなり距離があったんですけどもね。そうですね、このミスマッチっていうのはしっかり理解してプレーしてますよね。今度は斉藤インサイドへのアタックついています。打った、リングで当たって跳ねます。オフェンスリバウンド取りました。斉藤からパス、ライオンズダンクシュート。来ましたね。どう変わってるんですか。ちょっと今いい選手がすごいところからダブルチームに行ったんで、ええ、斉藤誰にパスをするか、自分で行った、スルスルっと行ってバスケットカウント。押し上げから復帰して加入直後から先日考えてましたが、斉藤斉藤ナイスパスですね。ライオンズ決めます。決めますよね。先ほどから始めます。ベアーズのスクリーンを使って打ってくる。決まりました。素晴らしい。からどう食らいついていくか。ロシターのショーディフェンスから斉藤がアタックテープ入れた。すごい、今のはすごい。さあハミルトンの侵入ですが、あー斉藤、いや斉藤がリバウンド奪いました。そしてスピードを生かす、来ました、赤い牛若丸。どのかのような今のプレー解説お願いします。ここからターンですよね。ターンも速かったですし、そこからドリブルのスピードがずっと落ちずに最後のフィニッシュまで。斉藤対オッテウス、ここも非常に面白いマッチアップですね。斉藤スリーディング、わ来た、スピードだけじゃないぜ。まだ自分で持っている。ここで振り返ってシュートを沈めていった。これで15得点目。今のプレー解説してください。これは先ほどのプレーです。